こんにちは、モテギカズヤです。今回は洗面台の掃除をしていこうと思います。後でカメラを近づけて汚れ具合をお見せしますが、だいぶですね汚れが溜まってきているんですよね。ということで丁寧にしっかり掃除していこうと思ってるんですけれども、まず最初に今回使用するお掃除グッズからご紹介していきます。はい、まずはこちら。これはですねニトリル手袋ですね。使い捨てのパウダーフリーです。近くのホームセンターで買ってきたんですけれども、まだ値段高いですね。コロナの影響でだいぶ値上がりしたんですけれども、まだまだ高かったです。一度ですねこの前このニトリル手袋が高いのでビニール手袋に変えたんですけれども、やっぱりですね比べると使いにくいですし切れやすいんですよね。切れやすいので強い洗剤を使って掃除するときにちょっと心配だったりするんでまた戻しました。で次がですねこちら超人たわし Z ですね。後で洗剤を紹介しますが、洗剤をつけてこれで洗っていきます。そしてもしかしたら使わないかもしれませんが、隙間掃除に必要だったらと思ってフル歯ブラシも用意してます。あと掃除が終わったら水ですすいだり拭いたりするんですけれども、その時に使うのがこちらですね、無印良品のマイクロファイバークロスです。あとはいこちらおなじみのアンパンマンの桶、これもですねパーツ類をつけたりする時に必要なのかなと思って用意しました。では洗剤の方をご紹介していきます。まず今回メインに使うのはこちらですね、お風呂用ティンクです。はい、なんで洗面台の掃除にお風呂用ティンクルなんですかというふうに思われる方もいるかもしれませんが、実はこのお風呂用ティンクル洗面台の掃除に最適なんです。その理由はですね、この表面を見ればもうお分かりかと思うんですけれども、石鹸カス、湯垢すっきり、お風呂ピカピカということで書かれてますよね。で我が家ではこの洗面台でですね手を洗うときに泡石鹸を使っているんですよ。なので石鹸カスもですね結構ついているんですよね。ということで石鹸カスもよく落ちると。それとですねここ見てもらいたいんですけれども、黒カビピンクヌメリの原因を 99% 除菌ということでも書かれてますよね。もちろんですね洗面台も水回りですから黒カビとかピンクヌメリがつくわけなんですけれども、今こうやって見るとピンクの汚れはないんですけれども、黒カビはですね排水口の周りにありますね。そういった汚れも落とすことができると。あとクエン酸が入っていますから頑固な水垢は落とせないんでしょうけれども、そこそこ薄い水垢だったら超人たわし Z とですね併用して洗うと落とすことができるのかなというふうに思います。あとですね成分を見ていただきたいんですけれども、成分読み上げますね。酢酸括弧 1.5%、 これはお酢の成分ですね。そしてクエン酸、酢酸とクエン酸がですね酸性の洗浄成分となります。この2つが入っていることによって石鹸カスの一つの金属石鹸と水垢を落とすことができると。ただしそんなに強い酸じゃありませんので、水垢は薄い水垢、突き立てほやほやの水垢ぐらいしか落とすことはできないと思います。その次なんですけれども、界面活性剤カッコポリオキシエチレンアルキルエーテル、界面活性剤が入っているんで皮脂汚れも落とすことができるんですよね。界面活性剤の種類はポリオキシエチレンアルキルエーテルという界面活性剤なんですけれども、これはノニオンの界面活性剤ですね。そして次がですねキレート剤ですね。キレート剤も水垢とか金属石鹸に対してほんの少しですけれども洗浄効果はあります。で溶剤、溶剤は皮脂汚れに対して効果がありますね。なのでまとめますと、金属石鹸と水垢、そして皮脂汚れ、あとは表面に書いている黒カビピンクヌメリを落とすことができると。これはここにですね書いていないんですけれども、除菌剤も入っているということになりそうですね。除菌剤が入っているんで除菌ができて生き物汚れのぬめりとかピンク汚れとか黒カビが落とせると。ただこれもですねそんなに効果は高いと思えないので、排水口の中のですねぬめりとか黒カビを落とすにはちょっと難しいのかなと。排水口にこうシュッシュッシュッってやってある程度置いてからジャーって流しただけではやっぱり落ちきれないのかなと。オーバーフロー管の中とかそういった手の届かない物理的洗浄を加えることが難しいところは何で洗うかというと、それはですねこちらですね、はい、パイプハイターを使って落としていこうと思います。こことここですね。あとこのパーツ類の付け置きにも使おうかなと思ってます。はい、これはですねもうもちろんですね黒ずみを含めた生き物汚れに対しては非常に洗浄効果が高いです。その理由は2つあって、1つはご覧の通り混ぜるな危険、塩素系ということで塩素剤が含まれてますから、塩素剤は非常に除菌効果が高いので生き物を殺して綺麗にすると。そして黒ずみ汚れとか黒カビとか、あとは赤い色がついているピンク汚れとか、そういった色素のある汚れ
の俺もですね、しっかり漂白してくれますからね、塩素剤ですから。さらにですね、アルカリ度が非常に高いんですよ。その理由は水酸化ナトリウム1%と成分に書かれてますけれども、これは非常にアルカリ度の高いアルカリ剤ですね。この水酸化ナトリウムが 1% 入っていることによって、アルカリの働きでですね、ゴシゴシ物理洗いしなくてもしっかり液をですね、汚れに触れておけば分解してくれるということになりますね。で、この2つでですね、洗っていくんですけれども、この2つでは落ちきれない汚れが出てくると思います。それはやっぱりですね、このお風呂用ティンクルでは落としきれない頑固な水垢ですよね。その頑固な水垢がどこにあるかというと、線のところですね。メッキの線がここからでもちょっと白くなっているのがお分かりになると思うんですけれども、そこの水垢って非常に頑固なんですよ。そこにはですね、こちらを使おうと思います。はい、茂木和也キッチン用、これでですね、お風呂用ティンクルでは落とせない頑固な水垢を落としていこうと思います。では掃除に入る前にカメラを近づけて汚れ具合をお見せします。左側からお見せしていきます。ボトルを置いた後のような汚れから、あとホコリ汚れもありますね。はい、ここの奥のところにですね、黒い汚れも飛び散ってますけれども、水垢もですね、ちょっとついているんですけれども、カメラ越しだと確認できないかもしれません。はい、あと底のところ黒い汚れもありますし、ここもですね、水垢もあったりすると思います。あと石鹸カスですね。はい、そしてここちょっと濡れているので、それほど目立ってはいないんですけれども、それでもですね、このメッキのところ白くなってるじゃないですか。これがですね、頑固なんですよね。そして排水口の周りが黒くなってますけれども、これ黒カビですね。はい、その他ここですね。うん、汚いですね。黒カビがついてますね。あと蛇口のところ、蛇口のところは水垢とか石鹸カス、あと皮脂汚れもついてますよね。特にこっちの方は握ったりしますから。うん、水垢もありますね。はい。はい。といった感じですね。はい。では掃除を始めていきます。奥の方から洗っていきます。はい、お風呂用ティンクルでの掃除が終わりましたので、水ですすいでいきます。はい、空拭きまではまだしていませんが、水ですすいでから水拭きをしました。では今度はですね、排水口の掃除をしていこうと思います。まずはこのパーツ類を外しますね。はい、ヌルつき汚れが
ついてますし、これにはゴミが溜まってます。ではちょっと一旦ですね、流しますね。そしてこのパーツ類はつけます。そしてパイプハイターをですね入れますね。そんな黒カビがあるわけじゃないんで、このぐらいですかね。はい、黒カビがあればもうちょっと濃くしてもいいのかもしれませんが、黒カビはほとんどなくて、どちらかというと塗りつき汚れでしたから、こういう風にしてつけた方がいいですね。浮いちゃうって言いますか、全部沈まないんで。はい、このような状態でつけておきます。はい、では次にここの排水管の中とここのオーバーフロー管の中にこのパイプハイターを入れていきます。入れづらいんですけどもね。はい、こういった感じで入れます。そして手前のところの隙間とか溝をですね、このフル歯ブラシで洗っていきます。はい、それではしばらく放置しようと思いますが、どのぐらい放置するかと言いますと、パイプハイターの使用方法を確認しますと、こすらず15分から30分置くというふうに書かれてますので、詰まりとかありませんから、15分ぐらい放置しようと思います。はい、あれから15分ほど経過しましたので、穴に水を流していきます。まずはオーバーフローから流していきますね。はい、綺麗になりました。では透けておいた方を見てみましょうか。綺麗になってますね。はい、こんな感じ。ちょっと塗るつき汚れが隙間にありますが、こういったところはですね、歯ブラシで洗っていけばいいですよね。はい、ではパーツ類を戻していきます。あと最後はここの部分ですね。濡れているんで水垢見えないんですけれども、乾くと白くなりますんで、ペーパーで拭きますね。ちょっと乾くまで置いときます。はい、乾きました。水垢見えてきましたよね。ここのところにぐるーっと丸くついてますけれども、この水垢を、はい、こちらのモテインカズヤキッチン用で落としていきます。モテインカズヤキッチン用をつけて、そしてですね、ラップを畳んだラップたわし、これで磨いていきます。これはですね、樹脂メッキだと思いますね。そうですね、樹脂メッキですね。本当はできればですね、クレンザーでメッキの水垢を落としたくないっていう部分もあるんですけれども、ここの樹脂メッキについた水垢って本当頑固なんですよね。これまでだったら最初に酸性洗剤クエン酸を使ったり、クエン酸で落ちない場合は生ハゲお風呂用を使ったりですね、やってきたんですけれども、いまいち落ちが悪いんですよね。ということで今はですね、最初からモテインカズヤキッチンを使ってますね。どこまで落ちたかですね、わからないんですよね。確認しながら。ちなみに、なんでモテインカズヤキッチン用を使っているかというと、普通の、一番有名な普通のモテインカズヤ、あれだと研磨剤が大きすぎて、傷のつくリスクがですね、すごい高いんですよ。なので、研磨剤のサイズが小さいキッチン用を使ってますね。研磨剤のサイズが小さくなると、落ちが悪くなるんですけれども、こうやってですね、ラップを使って丁寧に磨くとですね、綺麗に落ちてくれます。はい、では流しますね。はい、全部落ちたようですね。拭いて乾かしますね。はい、乾きました。どうでしょうか、綺麗に
落とせてますよね。ちょっと傷入ってるじゃないですか。この傷は今回キッチン用でできたのかどうなのかはちょっと定かじゃないんですけれども、前にですねいろいろクレンザー使ってますからね。なので前にできたものなのかもしれませんし、今回新たに傷がついたかもしれませんが、それはですねちょっとわからないんですが、いずれにしても傷のつくリスクはですね全くゼロではないので、多少ついてしまう可能性はあります。はい、一通り掃除が終わりましたので、カメラを近づけて掃除後の様子をお見せします。はい、ここにですねホコリ汚れとかボトルの跡とかありましたけれども、綺麗になってますよね。はい、そして奥のところ、はい、ちょっと濡れてますけれどもね、まだ。そして蛇口のところも綺麗になりました。はい、横側、ここの壁面も掃除しました。あと中ですね、ここは先ほどお見せしましたけれども綺麗になりました。はい、はい、今回はお風呂用ティンクルという液性が弱酸性の洗剤を使って洗面台を掃除しました。特にですね洗面ボールで石鹸を使っている方の場合は、石鹸カスがですね頑固についてしまうということもありますし、あと水回りですからもちろん水垢がつきますよね。そういったところは酸性側のもので洗ってあげるとですね、よく落ちるんですよね。さらに洗面台にはですね皮脂汚れもつきやすいんですが、お風呂用の洗剤には界面活性剤が入ってますから、界面活性剤の働きで皮脂汚れも落としてくれるということでですね、お風呂用ティンクル適しているんですが、ただ別にですねお風呂用ティンクルが一番適しているというわけではないですね。酸性側の洗剤であれば何でも OK ですね。酸性側の洗剤じゃなくてもですね、クエン酸にですねちょっと界面活性剤を混ぜて掃除するとか、これまでですねお風呂掃除の時にクエン酸と台所洗剤を使ってですね自作で洗剤を作って掃除する方法をご紹介したことがあるんですけども、同じような感じでですねやっていただければ別に市販の洗剤じゃなくても大丈夫ですね。その時の動画概要欄にリンクを貼っておきます。ということで今回の洗面台のお掃除動画はここまでとさせていただきたいんですけれども、ここからですねおまけということで動画を引き続き撮っていきたいと思うんですが、ご興味のある方だけですねご覧いただきたいんですけども、どんな内容かというと、ここにですねペーパータオルがあるんですよね。このペーパーホルダーを壁にこうつけているんですけども、ここにですね両面テープを使ってつけているんですが、その両面テープの粘着力が弱くなってきて、ここがすぐですね剥がれてくるんですよね、上の方が。なので今回ですね交換しようかなと思って、ゴリラ両面テープクリア、これを買ってきました。実はこのホルダーもですねゴリラの両面テープで貼っていたんですよ。このぐらい前かはちょっとわからないんですけれども、でもいくらゴリラと言ってもですねだんだん粘着力が弱くなってくるみたいですね。ということでこれをですねここ取ってしまって、下の方は結構粘着力まだありますね。はい、こんな感じで貼っていったんですよ。前回は黒のゴリラだったんですけども、今回はクリアの両面テープを買ってきました。まずはこれを取っていきますね。結構力が必要ですけれども、取った後ベタベタするようなことはないですね。ちゃんと全部取れてくれるんで、これは嬉しいですよね。粘着のところだけ残ってしまうとその後しっかり取るの大変ですもんね。ただ粘着力が結構強いだけあってですね、剥がすのに結構力必要ですね。はい、ではこのゴリラの両面テープをつけていきたいと思うんですけれども、前回はですね小さめに4箇所こうつけたんですけれども、それだと取れてきちゃいましたので、もう2箇所長くこういう風にですねつけようかなと思います。
はい、貼り付けました。では上のテープを取って壁に貼り付けていきます。はい、貼り付けました。これでですね、もうしばらく落ちてこないのかなと思います。前回よりもだいぶ長く使いましたからね。はい、ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。